ピットに入ってから振るっていう尺払いです。球をねうまく使うのが上手だっていうふうに言われてましたけどね。そうですね、まあ、どの変化球でもストライクを取れるっていうのは、まあ、なかなか打ちにくかったですね。レフトの前ワンバウンドの人になりました。セーブ、これが3本目のヒット、ワンアウト1塁です。受けまして、また守備位置に戻りました。さあこの2回も西武がワンアウトからランナーを出して、バッターは9番の田辺ですけど、この後が辻大塚とつながってきますんでね。そうなんですね、いやらしいバッターが、辻がいやらしさが戻ってきましたからね、はい、研究し尽くしたという感じじゃないですかね。あとやはりキレもないかもしれませんね。トップに帰って辻です。に対して選球眼っていうか、こうある種捨ててけみたいなところになってるんでしょうかね。いやいや、捨てていくんじゃなくて、追い込まれたら、やはりいろんな変化に対応していくというバッターのね、追い込まれてからの対応の仕方があるわけですけども、まあ、そういう幅広く待って、そのフォークボールについていかれてますから、あまりフォークに威力がないということじゃないでしょうかね。そのフォークに空振りがないっていうのがね、ちょっと気になるところですね。一塁はアウトになりましたが、ランナーが進んで2アウト2塁3塁、一塁打20打数の8安打という当たっている大塚です。食い込まれて詰まったショートゴロ打ったんですけども、まあそこは弱点は弱点なんでしょうけど、あれ読みやすい、辻としては読みやすい打席だったはずなんですけどもね、内角主体の攻めに変わってるんですよ、辻に関しては。昨日もそうでしたし、内角球ほとんど詰まらされてるんですね。1打席も内角球でしょ、内角球詰まってるのはサードゴロですから、内角の一本絞りのその技術的にどう打つかという、非常に打ちやすい打席にもかかわらず、やっぱり内容が悪かったら悪いですね。
桑田もここ反撃ムードがかなりこう暗くなりますんでね、ここの一球一球はもうすごく大事ですね。セカンドゴロ、大塚を抑えてランナー。